英語の in time と on time の違いです。in time は日本語の間に合ってやるの間に合うみたいな感じで、on time は日本語の時間通りに何かをするということです。例えば、10時発の国際便に乗る予定なら、8時に空港に着かなきゃいけないんですよね。8時に空港に着いたなら、それは時間通りに空港に着いたということ。I arrived at the airport on time for my flight. なんだけど、30分ぐらい遅れて、8時半に空港に着いたら、飛行機に乗れなくなることはないよね。急がなきゃいけないけど、飛行機には乗れる。ということは、ギリギリで空港に間に合って飛行機に乗れた。I arrived at the airport in time for my flight. それだけです。英語って簡単ですね。じゃあね、バイバイ。